はい、どうもあれです。左画面でやっていきます。ちょっと本当はオンライン やりたかったんだけど、連戦してくれる人がマジ見つからなかったんで、 CPU やばいで、あ、待って、本当に置きミスやばい、 CPU やばいで、あれやります。4個ラッキーを決めよう企画やります。無理なんですけど無理なんですけど、あと本当に何回も撮り直ししてる今。本当に今みたいにね、回転したつもりが回転してないとか、ちょっともう1マス左に動かしたのになんか動いてないとかっていう置きミスがもう大量発生してる。本当に冗談抜きで、だから打っちゃいます。で、相手ストレート決めてくる。これ消した方がいいな。だ、本当にもう少しゆっくりやろう。ゆっくりやって、でもゆっくりやりすぎてもこの企画は無理なんで、冷静に早くやる。で、相手が組んできたらもう組んじゃう。いいよ。もうね、正直ね、トリプルラッキーとかでもね、来すぎてるんで、その次元終わったんですよ。待って、相手がめっちゃ技組んでくる。普通の戦いになっちゃってるよ。なんかトリプルが普通って思えるようになってるってことはさ、トリプルラッキーなんてさ、振らないよって思ってたじゃん、前まで。でも最近ちょっと多いじゃん。ってことは進化してるってことだから、これ赤も一緒に消した方がいいな。4個のラッキーもいずれか組めるようになると思うんだよね。連鎖とかじゃなくて、もう一気に4個だから。それが難しいんだよな。連鎖とかだったらね、あえ、なんか、ちょっと頑張ればワンチャンいけるんだよね。で、これ、あの緑のピラミッドのやつがちょっと残ってるから、緑では組みたくないんだけど、あ、組めねえわ。どうせ緑は組めねえよ。待って、これ死んだ気がすんな。とりあえず赤組むけど、ないから赤が。あ、紫消えてくれる。ナイス。待って、ありがとう。あー、これ緑無理だ。いや、無理じゃない。青で消せばワンチャン連鎖する。青で消さつく。あー、待って、崩れちゃう。あ、もう関係なくなってきた。もうほぼむき出し状態になってきた。で、これ、じゃあここに置いて、赤紫ください。組むか。もう無理だこれ。赤で組んだ方が良かったかな、これ。赤の方がワンチャンあった？いや、まあいいや。なんか普通に4個ラッキーとかじゃなくなってるよ、これ。こいつに勝つので必死だ。ちょっと置きミスやばいから、冷静にね。ここで置きミスしたらもう終わりだから。一番しょうもないから、ここで置きミスするのが。で、黄色。いいよ。ラッキーがないからね、なかなか、長く続くね。で、トリプルじゃねえや。フォースリーチを決めるには、全体的にストレートは必要不可欠だと思うから、危ねえ、技組めた。ピラミッドのこの前言ったなんか繋がってる感じのピラミッド、横に隣接してる感じ。あー、ナイス。これ勝ったね。勝ってない勝ってない。むしろ技決めなかった方が勝ったんじゃないか。今 CPU を助けてしまった。本当に今のに関しては、あのピラミッドとストレートを織り交ぜるのが、まあ必要不可欠なんで。うわ、4個リーチかけられたかもな、これ頑張れば。何やってんの今、なんで消したの。うわ、頑張れば4個。でもストレートの3つ作ってからのもう1個4個って、なんや。振れば振れで、振ったで、それはすごいけど、どうせならヘキサゴンも混ぜたいな。相手ストレート打ってきた。もうちょっと落ちるの早くなってきたんだけど。
あーやばい、死んだこれは。いや無理だって。でも理想の形としてはピラミッド、ピラミッド、ストレートヘキサゴン、なんか良くない？これ簡単すぎず難しすぎずって感じ。これ逆ん、これちょっと組むのが早ければもう少し打てたな。もう一個、いや打たなくてもいいか。ヘキサゴンダブルはね、打っちゃうと相手が死んでしまう可能性があるんでやめましょう。やめましょう。でこれは本当にちょっと待ってね、ストレート打ちます。相手黄色が降ってないので OK。 いやこれはね無理なんだよ、この地形は。クソ地形は、なんかどんな地形が組みやすいんだろう。やっぱ斜めってる地形かな。ストレート、ストレートでパーってやって、あこのこのねピラミッド地形いいんだよね。無理なんで組みます。斜めってるところでストレート、ストレートで、そこにストレート、ストレートじゃない、ストレート、ストレートでもいいけど、ストレート1個入れてピラミッド、ピラミッドで、なんかちょっと下の方にヘキサゴンみたいな、そんなのがいいのかな。難しい、これに関しては難しい。トリプルは実際来たことがあったしね、あれクリアする前から。フォースに関しては本当に来たことすらないからな。組みます。赤が消える。でもこの相手がストレート打った時ちょっとチャンスだと思うんだよね、毎回思うけど、毎回言ってるけど。あー崩れちゃうの、そうやって打ちます。でこの相手がめっちゃ消えて俺の火力がまだ降ってないで、こうやって俺が動けるパターンも結構いいと思う。はい、いいと思うんだけど、そういう時ね色がね来ないんだよね、クソみたいな同じ色が来て。で打ちます。いいよ、打ちまして、ここで紫青、紫、青、待ちましょう。で、紫が降って、カウンターこそ最強。それは耐えてくれると思うから、さすがにね、これ耐えなかったらもう論外。論外。この地形な組めねんってよな。とりあえずダブルを決めて、いやそこ消してくれないんだったら死んだかもしれない、あいつ。あ死んだわ、そこで1テンポ消し、いやでも消していっても耐えない、わかんないな。もう初動は捨てよ、初動の4個リーチはね、もうね、運が良すぎないと組めないから、とりあえず組む、とりあえず組んで、こっからだな。ここはでも難しいよな、まだ。端へ端へ寄せないとなんかむずそう。だってこれダブルで精一杯だもんね。ダブルでナイス、ダブル、ダブルラッキー。ダブルラッキーがしょぼく見える。なんだこの世界線は。ダブルラッキーがしょぼく見えるなんて、昔だったら大興奮だったのに、えダブルラッキー来たって。大興奮。は青が来ねえんだけど、一旦待つか。赤振ります。まあ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 、何ですかそれは。ほとんど色が消えただけ。でも相手これストレート打ってくれそうじゃない？
これ俺もストレートで抵抗しとくか、拳で。でストレート打っといて、あー消え、それやばい、そのミスはゴミ、本当にゴミそれ本当に。黄色が降る。あー相手がストレートパーティーだ。あーヘキサゴンも決まる。ストレートでラッキーの世界線に変わった。やばい、これ死んだんじゃないか。緑が来なかったら死亡。それは生存。どんだけストレート打つんだよ。生存していいよ。これも打っちゃおう。相手はちょっと一旦これで死んでもらって、よしリセットしよう。気持ちよリセット。これ耐えないだろさすがに。これ耐えたらさすが CPU やばいですねってなるわ。え、耐えたんだけど。こういう時に限っていつも勝手に死ぬのに。でもこれ相手赤消えるから耐えるな。え、終わったんじゃないそれ俺。え、俺が終わったんだけど。でも完全に終わりじゃんこれ。え、そこに紫、緑と紫、一回でもいいから4個リーチかけたい。動画の趣旨が変わってくんだよ。一回でいいからさ、かけさせてくれよな。もうこれ撃っちゃうか一旦。地形が無理そうなら撃っちゃう。これでトリプルでしょ。むずっ。もうこれ無理じゃん。ダブル撃っちゃいますダブル撃っちゃいます。で相手は振ってないので一旦終わりですね。これで一旦これでねボコせたから集中しよう。お願いします。4個リーチかけさせてください。一旦集中しまーす。しますわよ。しますわよ。一旦集中。これ緑連鎖しない？ナイス、連鎖式で置けました。ありがとうございます。相手がラッキー来てますね。いや何それ、終わったんじゃね俺。ねえそれはないですよ。なんかいきなり強くなったなんかこいつ。嘘でしょ一旦ラストくらいにしようかな。一旦ラストにしましょうかね。そう、練習してからやろうかなって言って練習しないんだけどねこのゲームを俺は。何やったの俺何やったの。赤消せば一応連鎖しそうじゃない。赤消せば。赤で黄色が連鎖する。連鎖ダブルね。なんかあえて組んだみたいになったけど、ただ置きミスしただけですねただの置きミスですから。で、はい。ああ、ミスってるね。かなりミスってるね。ヘキサゴン打ちます。相手死んだな、これ。やばい、相手が死ぬっていうのがあるんだよな、これ。一番むずいところで。よし、正真正銘ラスト。ちょっと練習して、ちょっ
ちょっと今度はもっと動画撮れる時間が長い時にゴリゴリに時間かけて撮ってマジで狙いに行こう。今日はね、ちょっとね、普通のいい試合が多かったわ。普通のいい試合でした。って言ってこの試合でなんか一回でいいからかけられるとかねえからないな。いや強すぎ。いやそのラッキーいらないって。今は今そういう時間じゃないじゃん。耐えないんだけどこれ。え、もう一回ちょっとラストいきます。本当に言うて1時間は撮ってないくらいだけど30分以上は撮ってるからね動画。言ってもはい、相手青が間に合う。これ赤打てる。とりあえずダブルヘキサン打っといて。死なないでくれ、頼むから死ぬのだけは論外だよ。そっからやばいだからね、やばいだからね、強いとかじゃないからやばいっていう表現までされてるんだから死なないでくれよ。あーこれちょっとミスった俺が。ミスった。仕方ない。まずい。ナイスキー。青が振ってくれました。振る予感したんだよ、今のは。ストレートね、予感がするの。あ、これ振るわ。わかるから。これ絶対時間ないから悪夢。4個は。技普通に決めたいんだけど、ちょっと崩れちゃったから、もっと時間なくなったよ。ギリギリ間に合ったけど、青が全然ないです。あ、それ黄色消えるなら赤連鎖する。ナイス。ナイス連鎖力。緑消せば連鎖するな。でもそういうこと考えるな今。今考えるべきはリーチをたくさんかけに行くこと。ただそれは消えてしまったが、ナイス連鎖。この連鎖力。ああ振らないか。はい。待ってくれよ。紫打ってくれたよ。ラストにふさわしくなってきたけど、ちょっとリーチがかけられないんだよな。危なっ。あ、青消えるところだった。黄色組んで、あー相手死んだ。相手が死んじゃったら意味ないんですよね。まあいいや、ちょっと練習して。CB 普通とか、いや普通だと論外だな。やっても意味ねえな。やっても意味ないから。まあ、頑張ります。ってことで、一週間頑張りましょう。今日からだね。皆さんは火曜日からなんで、学校も多分始まったんで頑張ってください。バイバイ。